こんにちは、タックです。今日は、眉式レインバーアフィリエイトのご紹介をさせていただきます。まあ、パソコン一つであなたに自由をということで書かれているんですけども、まあ、このクラッシナ・マユさんがですね、もともと SE、システムエンジニアで働い,働いてて、まあ、いわゆるブラック企業で、えー、もう体も心も壊,壊れてしまって、まあ、なんとかこれ、何も、まあ、いわゆる特技も何もないんだけども、 パソコン一つで何ととか稼ぎたいということでまああのアフィリエーターのその有名な方の本を読んで自自身でまあ開発してまあアフィリエーターとして生きていき生きの生きていけるようになったからまあこの教材を作ってあのまあそのいわゆる初心者の方にもですね優しいシステムにシステムを開発されております。 まあ、レインバーアフィリエイターはすべての副業初心者を応援しますとなっているように、まあ、副業初心者ですね、アフィリエイト、駆け出しのアフィリエイター、アフィリエイターこれから始めようという方にも本当に最適なテキストになっております。まあ、無料、無料ブログを使って、まあ、その1、一記事、七七その1つの商品に対して 7, 7記事程度の、えーき、えー、ブログ記事を更新して、まあ、それに、ま、SEO 対策ということで、まあ、あの、 のしていって、えっ、ー、と、商品、その、情報商材とか商品を売っていくと、アフィリエイトしていくという流れになります。まあ、あの、教材の価格もですね、まあ、あのー、そういう情報商材ってものすごい高いイメージがあるんですけども、まあ、これは、まあ、5000円ぐらいでですね、売ってまして、しかも、まあ、その、まあ、マイ麻スさんが、まあ、動画で開発したり、テストがあったり、あと、まあ、レポートも、えぇ、ー、400、360ページぐらいありますので、 ま、しっかりですね、一つ一つ抑えていきながら、えー、アフィリエイトを始めていって、まあ、月にまた10万円とかを稼いでいくという流れになります。まあ、アフィリエイトはですね、確かにあの、大変な、大変ですし、まあ、儲からない方、月5000円とか1000円とかって方もいらっしゃるんですけども、でもその月5000円、1000円を追加していって、まあ、100万円にしていく、10万円していく。まあ、月5000円で、 売れるものがね、2つあれば1万円売れるわけですからやはりその権利収入的なところがありますのでアフィリエイトを取り組むっていうのは一つのあのまあ、自由になる方法になるかと思います、まあ、ですから、えー、とアフィリエイトを始めてみよう興味があるという方はですねまあ、一度このマヨシキレインバーアフィリエイトの、えー、を確認していただければと思います もしですね、この動画を見てですね、レインバーフィリエイト興味がありましたら、この動画の下の URL をクリックしていただきますと、えー商品の詳細、商品の紹介ページに飛びますので、一度ご自身の目でご確認してみてください。以上、タックでした。ありがとうございます。